記念的です。ありがとうございます。ダーティーさん、はい、今日は、ジャイアンツのレジェンド、外国人選手にスポットを当てる日なんですが、はい、なぜダーティーさんがスペシャルゲストとしてお越しいただいたんでしょうか。なぜかと言いますと、我らがヒーロー、ラミレスさんが始球式をするということで、なんか聞いた話によりますと、ラミレスさん、私のゲッツをいろいろ勝手にやってるんじゃないかということで、ちょっと今日は様子見に来ました。なるほど、はい、分かりました。ということは、じゃあこの後、はい、いろいろ試合前のイベントなども、はい、いただけると、はい、頑張って、ちょっとラミレスさんのバータとして頑張りたいと思います。ラミレスさんのバータで、はい、分かりました。ただちょっと、ダンディさん、はい、色がオレンジじゃない。そうだ、オレンジもあるんですよ。ちょっと甲子園寄りの色してるじゃない。すみません、甲子園寄りの、もう本当に私ジャイアンツファンでして、はい、王選手大好きで、次原さんも大好きで、はい、私の同級同じ出身石川の松井さん、はい、で今年は今ちょっと見えましたけど、山瀬さん、はい、山瀬君応援してますですね。はい、山瀬君、篠之助応援してますんで。そうですか。結構ね、もうずっと子供の頃からジャイアンツファンで。わかりました。色は黄色ですけどジャイアンツファンです。すみません、色違いね。ありがとうございます。懐けました。ちなみにダンディさんは野球のご経験は。はい、中学まで野球やってまして、あと社会人というか会社でも野球やってました。ポジションは、サードで補欠です。お疲れ様です。はい、さて、お笑いのほうに展開します。今日は頑張っていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、じゃあダンディさんと一緒に続いてのコーナー行きたいと思います。はい、皆さん、応援タオルご準備ください。こちらのコーナーです。ビリビリバー。この方に務めていただきます。ジャイアンツのレジェンド OB、アレックス・ラミレスさんです。レジェンド始球式、本日はアレックス・